広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。ライライチューチューポケカに夢中、どうもライチューガーです。ヨピヘッドです。マックルです。この前ですね、ポケカ版ドラフト会議という動画をやりまして、はい、みんなでドラフト会議してデッキを作りました。作りました。はい、そのリザードン EX デッキ同士の実際の対戦ということで、はい、ヨピヘッド対ナナプルです。やっていきましょう。いや、いいデッキできましたよ。まあ、僕も負けてないと思うんでね。ちゃんとね、いや、もう全然勝っちゃうかなと思ってますね。まあ、ヨピのも結構面白い。まあまあ、勝つんじゃないかなと思ってますね。いや、もうやりますよ。はい、対戦します。頑張ります。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあ先行をもらいます。それではバトル始めていきましょう。よろしくお願いします。バトルスタート。はい、限定 V です。1枚いきます。じゃあ一旦ね、瞬速使います。1枚引けます。ファイヤー電池に出します。はい、ハイパーボール使います。炎エネルギーと探検家の先導をトラッシュします。はい、人影を加えてきます。はい、ベンチに人影を出して手札から炎エネルギーを限定部位につけます。これで終わりです。はい、じゃあ1枚引きます。まずトレッキングシューズ使います。はい、引きます。加えます。ミストボール使います。人影をベンチに出します。はい、で、まだ使います。ペパー使います。ペパー、はい、ハイパーボールと技マシンエボリューションを加えてきます。はい、唯一ね、技マシンエボリューションを使えるのがナナプルですね。いいっすね。ネストボールも使ってるしね、今。そう。で、まだ使います。リッパーをベンチに出します。はい、人影に炎エネルギーと技マシンエボリューションをつけます。それで技を使います。技マシンエボリューションのエボリューションを使います。ごとここ進化します。はい、リザードとミラルでトラッシュします。はい、では1枚引きます。キャプチャーアロマ使います。はい、表なので進化ポケモンを加えてきます。はい、まあ、ヨピもね、不思議な飴がない分ね、はい、ここでリザードを持ってこれるってのは結構いいですね。まあそうですね、地道に進化させていきましょう。リザードを加えていきます。はい、人影をリザードに進化させます。はい、このエネルギーを限定部位につけます。ではこれで博士の研究を使います。はい、勇気のお守り引いてきました。限定部位につけます。はい、HP 大きくなった。はい、最大 HP280 ですね。ベンチにファイヤー出しておきます。ファイヤーを指名した上でね、2種類使えてるのがいいですよね。はい、そうなんです。スタジアムマグマの滝壺を出します。お、嬉しい。そうだね、お互いにね、使えちゃいますね。うん、では効果使いまして、はい、トラッシュから炎エネルギーをこっちのファイヤーにつけておきます。はい、ダメ感2個乗せます。これでいつでも90ダメージ出せると。はい、瞬速使います。ではこれで技を使います。バーニングロンド、お互いのベンチポケモンの数は5匹なので120ダメージですね。はい、気絶します。はい、再度1枚取ります。ではリザード出します。うん、1枚いきます。では使います。はい、トレッキングシューズと技マシンエボリューションを加えていきます。はい、でまだ使います。ハイパーボールを使って技マシンエボリューションとトレッキングシューズをトラッシュします。でリザードン EX 加えてきます。うん、でまだ使います。ではカウンターキャッチャーを使ってリザードを呼び出します。はい、うん、進化させないぞ。なるほどね。うん、シャッフルお願いします。はい、これで働くマイバーで2枚引きます。人影引きたかったんですけど引けなかったな。じゃあリザードの EX に進化させます。うん、連続支配使います。はい、3枚つけます。はい、ではワーニングダークで210ダメージで倒します。はい、これでね、リザードン EX に繋がる子が倒されてしまいました。最後1枚取ります。まあ、でも、まだ、ね、アタッカーが続くのがこのデッキのいいところ。はい。限定部位、バトル前に出して1枚引きます。はい。瞬速使います。はい。1枚引きます。ポケギア 3.0 使います。はい。博士の研究家、加えます。はい。では、すごい釣り竿使います。はい。リザードと人影を山札に戻します。はい。じゃあベンチにファイヤー出します。はい、手札からこのエネルギーファイヤーにつけます。ではこれで博士の研究を使います。はい、輝くヒードランベンチに出します。おー、マグマの滝壺の効果使います。いやー怖い。輝くヒードランにつけてダメか2個。怖い。
ではバーニングロンド使います。120ダメージですね。なんかあんまりダメージ出ないんだよ。そう、なんかね、全然並べられなくてポケモン、うん、はい、じゃあ1枚いきます。輝いてリザードンペンチに出してこのエネルギーつけます。はい、これでナンジャマ使います。はい、人影ペンチに出します。はい、ミストボール使います。アルセンスリー出します。うん、働く前棒を使って2枚引きます。はい、マグマの滝壺の効果を使います。はい、このエネルギーを輝くリザードンにつけて何かに困ります。うん、ではバーニングダークを使います。210ダメージ。はい、耐えました。はい、1枚いきます。ハイパーボール使います。はい、マグマの滝壺とリザードントラッシュ。はい、やっと出せる人影を加えてきます。どうした、ね、人影をベンチに出します。はい、ポケギア 3.0 使います。はい、うん、加えないっす。はい、了解です。博士の研究を使います。トラッシュして7枚引きます。はい、瞬速使います。はい、ではマグマの滝壺の効果を使います。はい、輝くヒードランにつけます。怖い育っているぞ。はい、ナップルのデッキは呼び出し団がカウンターキャッチャーだけだから、そう、うん、しばらく輝くヒードランを倒しにはいけないかもね。そうですね。手札からこのエネルギーをファイヤーにつけます。はい、ではこれで技を使います。バーニングロンドで200ダメージですね。200ダメージ、ギリギリ倒れず、うん、イエイ。はい、じゃあ1枚いきます。ハイパーボール使います。このエネルギーとナンジャマをプラッシュします。リザード加えてきます。はい、で人影をリザードに進化させます。リザードに手札からこのエネルギーつけます。これでナンジャマを使います。はい、アルセス V をアルセス V スターに進化させます。一歩をベンチに出して働く前まで2枚引きます。では技を使います。バーニングダークで210ダメージ。はい、いや、エンテーブルよくね、耐えてくれたんですが、はい、許します。じゃあ、最後2枚取ります。はい。では、特性で逃げるエネルギーがなくなっているファイヤーをバトル場に出します。はい。1枚いきます。では、ベンチの人影をリザードに進化させます。はい。では、マグマの滝壺の効果を使います。はい。輝くヒードラン。これで、ダメカンがね、合計6個持ってることになりますね。うん。何ダメージ出るの今。今ね、レイジングボンバーが420ダメージだ。やばい。やばい。じゃあファイヤーを逃がしまして、はい、こっちのファイヤーでね行きましょう。はい、手札からこのエネルギーをファイヤーにつけます。はい、では技を使います。劣化の翼でダメ感が乗っているので90ダメージですね。はい、気絶します。はい、再度2枚もらいます。これまだ同数だからカウンターキャッチャーされないと。はい、輝くリザードを出します。はい、1枚引きます。ハイパーボール使います。アルセンスベースターとカウンターキャッチャーを出します。はい、人影を加えてきます。まだ使います。人影ベンチに出します。リザードリザードン EX に進化させて煉獄支配使います。リザードン EX に1枚つけます。うん、マグマの滝壺の効果を使ってこのエネルギーを人影につけます。はい、じゃあナンジャも使います。じゃあうかいいカードあったんかい。マジかよ。大きな風船をリザードン EX につけます。はい、人影にもつけます。これで働く前まで4枚引きます。トレッキングシューズ使います。1枚見ます。加えます。はい、では技を使います。開幕250ダメージです。はい、ファイヤーが気絶します。はい、サイド取ります。あと2枚取る場にファイヤーを出しまして1枚引きます。はい、ではベンチのリザードをやっとリザード EX に進化させてやっと煉獄支配と言いました。やっとね。はい、ファイヤーに1枚、リザード EX に2枚このエネルギーをつけます。はい、マグマの滝壺の効果使います。はい、ファイヤーにつけます。はい、キャプチャーアロマ使います。はい、よいしょ。種ポケモンを加えてきます。はい、人影を加えてきます。はい、ベンチに人影出します。うん、このバーはですね、うん、僕の採用したこのファイヤーが輝くときです。炎上飛行を使います。はい、リーダルに120ダメージお願いします。嫌です。はい、そして、はい、ついてるホモエネルギーにコトラッシュですね。はい、気絶。はい、最後1枚取ります。うん、輝くリザードン技使えない状態で今ね。そうだね、輝く使えます。で1枚いきます。人影をリザードに進化させます。はい、ペパー使います。ハイパーボールとヒーローマント加えてきます。うん、
本当はヒーローマントつけたかったんですけど、うん、もう一回マグマの滝つぼで輝きヒーローにダメ感持ったら普通に倒されちゃうんでつけててもなんでちょっとね今回は使わなそうです。この子のね大ダメージがやばいっすね。やばいです。じゃあハイパーボール使います。アルセウスルイとリッパートラッシュします。ビーダル加えてきます。で、リッパーをビーダルに進化させます。働く前まで1枚引きます。はい。ではね、この番火炎爆使えないのでこれで終わります。わかりました、はい、1枚引きます。引きました。仕切り。さあ、お、50% だ。さあ、これで、リザードン EX を呼び出すんだな。おお、じゃあ、リザードン EX。はい、呼び出されてしまった。まあ、もうすでに倒せるんですが、すみません、ちょっとね、さらに上を目指させてください。はい、マグマの滝壺使います。はい。輝くヒードランにつけます。また、ハイカーがいる。ダメ感が乗る。何ダメしますか。はい。そして、ファイヤー逃がします。はい。輝くヒードランをバトル場に出します。さらに、マキシマムベルト、やばい。じゃあこれでヘイジングボンバー使います。ダメ感が8個乗ってるので560ダメージプラスマキシマムベルトで610ダメージ。610、やばいよ、ダメ感まみれになっちゃう、大変。はい、610。いやー、ヒーローマンとあっても耐えなかったな、これは。さすがに気絶ということで再度乗り切りました。はい、ということでエフェクトの勝利です。やった、強い。いやー、大ダメージ出たね、最後。いやー、やっぱさ、ドラフトだからさ、先にボスの指令で輝くヒードラ呼び出して倒しちゃおうっていうのが難しかったから。そうだね、見てるしかなかった、育つの。カウンターキャッチャーって分かってるからこそのプレーとかもね、あったりするもんね、このバトルは。めっちゃ強い。タゲチがボスの指令持ってったからね、うん、確かに。まあ、今回ね、ポケカバンドラフト会議企画で、まあ、自分が指名したカードをね、ベースに作っていくわけですから、うん、まあ、なかなか使えないカードもあったりして、そこで生まれる駆け引きがね、バトルにも出てよかったと思います、はい、楽しかったです。ポケカバンドラフト会議企画、面白かった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは皆さん、また次回バイバーイ。